仕事の時間？持ってるものを見せてほしい。ああ、いいよ。シャツは着たままで。いや、バレンタイン。何か用か？一緒に旅する気があるのか？いいね、あんたと。行こう。そうするか。その中の作物を踏まないようにしてくれよ。そのパワーアーマーから出てくれないか？もちろんだ。
話してくれ。これでは無理だ。そっちだ。上には行けないと思う。あっちに進め。対していいぞ。こっちへ来い。こいつは無理だ。こっちだ。人造人間が空を。あそこへ行け。これでは無理だと思う。そっちだ。俺には行けないと思う。行け。対していいぞ。そっちだ。こいつは無理だ。配置につけ。空を飛べたらな。おお、これでは無理。分かった。後で話そう。ニック。なんとか考え直して、ニック・バレンタインの過去を終わらせる手伝いをしてくれないか。もちろん。どんな事件だ？これは、法文書館から出てきた事件だ。かつてボストンの地に、組織犯罪の王が住んでいた。エディ・ウィンター。たくさんの悪事をした悪人だ。罪のない多くの人を傷つけた。だが奴は終わりが近づいていることに気づいていた。だから本拠地として使っていたサンドイッチ屋の地下にある個人シェルターに閉じこもった。エディ・ウィンターは過去の時代の人間で本物のクズだ。話はもっとこんがらがってるんだ。奴は思い上がって死を免れようとした。永遠の命を手に入れようと。つまり奴はいつかシェルターからこの素晴らしい新世界に出てくるかもしれない。聞き覚えはあるか？エディはただの冷凍バナナになりたかったんじゃない。冷凍睡眠じゃない。奴はタチの悪い狂った放射能施設に投資したんだ。まさかと思うが。ああ、もちろんそれを言おうとしたんだ。エディ・ウィンターは自らグールになった。200年前はファッショナブルなことだったんだ。そう、奴はおそらく最初の一人だ。で、奴はまだ例のシェルターの中に閉じこもっていると思われる。未だ無事に。地上に出た時に悪の時代を再び築き上げる準備をしているんだろう。それを防ぐために奴を見つけて殺すつもりだ。手伝ってもらえないか？分かった、ニック。悪者を倒そう。いい奴だな。さて、ウィンターのボルトがどこにあるかは分かるけれども、ドアは複雑な暗証番号で封印されている。運がいいことにウィンターの傲慢さはとどまるところを知らない。昔奴は10本のホロテープを作った。いろいろな犯罪組織に罪を着せるものだ。それぞれに一つずつ番号が隠されてる。すべてのホロテープを見つければすべての番号が手に入る。すべての番号が手に入れば暗証番号が手に入る。それでウィンターを倒せる。ここ最近この件についてファイルをまとめていたんだ。聞く価値があるホロテープが2本ある。一つはウィンターのもので、フェラルでいっぱいになる前にケンブリッジ警察からなんとか持ち出したものだ。ボストン市警察の証拠端末が暗号を解く鍵だと直感が告げている。警察署を見つけたら訪れる価値はあるだろう。おい。聞いているよ。上には行けないと思う。行け。了解。こいつは無理だ。そっちだ。人造人間が空を飛べたら、これでは無理だと。こっちへ来い。よし、
そいつは無理だ。
それを利用する。